こんにちは、ナモです。パワプラプレイやっていきます。今回は、4000万 DL 記念スペシャルステップアップガチャの追いガチャいきたいと思います。で、結構いろいろ迷ったんですが、まあ、今回はちょっとこれ追いガチャしようかなと思います。最大100連ですね。やっていきたいと思ってます。で、まあ、今日、このニューヨーク大を飛距離さんガチャ、そして、4000万 DL 記念 PSR 確定ガチャが来まして、おそらく、まあ、今月、来る、まあ、でかいガチャっていうのは、グラスラーだけかなと思ってます。で、グラスラーに関しては、まあ、多分、テルモリは収録されないと思ってます。多分ね。さすがに出たばっかりですし。で、今、現状で欲しいキャラモネだけになっているので、まあ、ここは4000万 DL 記念の方で、ショーピックもされているモネ、そしてテルモリの解放を少し進められたらいいかなという感じで考えております。で、その後に、解放少しやって終わりたいと思いますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。行きましょう。まあ、とにかくテルモリが欲しいね。お、いいね。さすがに SR 確率アップしているのに出ますね。11回目からは。おー !3 番に。熱いよ、いきなり。ナッチ。クロセーラ。レイリー。思いっきり全部外してんだけど。まあ、確かに 50% 以上。あれですけどさ。あれですけどさ。さすがに3枚出たら1枚ぐらい期待するんだが。まあ、でも PSR で抜けば解放済むからね。なあ、これは、何もなしっぽいな。てか今、テルモリ出た ?R は見たけど。100連ぐらいじゃ与えらんねえよって感じなのかな。あ、PR 一応出ましたね。いや、やっぱ、50が多いガチャって引きにくさはありますね。まあ、モネも今出てくれてラッキーでしたと。行きましょう。30連目ですね。サクサクなくなりそう、石が。サクサク石がなくなりそう。OK。これは1枚以上は出ましたね。1枚。あ、まあ、岸田は一応解放終わってないからね。おーい。SR 全く出ない。ただ PR はまあ、そこそこ出ている。なるほど。三流連して、テルモリの SR はゼロですね。大丈夫。ここから巻き返していくスタイルで。お!来いよ。キラン!なぁ?虹だけ?まだチャンスある。テル!テル!テル!あーい。レイリーどんだけ来るね。ちょ、待って待って待って。このままじゃ、ただのネタ会で終わる。え、30% あるよね。え、テルモリモネ狙い。え、これで引けないっけ?結構追いガチャしにくいんだが、いろんなもの。うわぁ。うわぁ。ここまで大爆死もいいとこだな。え、マジか。なるほど。残りが69になったら終わりだよね。あ、まあ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 、R、R が出てくれてますね。はぁ、なるほど。これは、やばいやつか?やばいやつか?さあ、行きましょう。何の収穫もないんだけど、今んとこ。来い!頼む。1枚。からの?さすがに出ろ。あーい。ひまわりさーんって感じだ。あ、なるほど。モネの PR は普通に嬉しいです。ただ、あ、なるほど。さあ、行きましょう。お願い。そろそろ、そろそろお願い。ちょ、1枚も出てないよ、マジで。え、こんな、いや、なんか久しぶりに追いガチャとかするんだけど、こんな大爆死嫌なんだけど。あら、これは、これはひどい。ここにいるキャラ全員50です。だいぶひどい。マジで、編集のしがいあるな。はい。残りが30連ですかね。多分。30連すると69になって100連なので。え、マジでマジで。ちょ、待って待って待って。解放1も進まないんだね、これじゃ。オッケー。そろそろ来ようよ。そろそろいいんだな。SR は出てますからね。数はね。まあ、確率に負けてるといえば確かにその通り。別に 40% とか出るわけじゃないのでナイス。ここで収束していく。で、あと20連。行きましょう。ピー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 。キャン!はい。
あるある、よくあるあるのやつ。ただまだ、まだ可能性ありますからね。モネの PR も嬉しいです。わー、王子再起。はい。ラスト10連です。これ、どうなんだろう。まあ、確率通りといえば確率通りなのかもしれない。ただ、PSR0 ですね。ちょっと。なるほど。マジか。このガチャ渋い判定になってしまう。まあ、でも、PR 割かし出たな。はい。僕の3万万円は、梅雨と消えていきましたと。いうことで、モネと、あとは、テルモリの解放をやっていきましょう。で、テルモリ先輩がですね、まあ、そこそこ出たんじゃない？まあ、それなりにはいますね。よーし。2、3、おお、まあまあ、2解放すれば十分すぎる。十分すぎる解放。おお、いいですね。解放しますね。3は嬉しいという話と、あとは SR がプラス1なのか、これ。なるほど。一応、まあ、プラス3。フラゴが1体作れるぐらいかもしれんな、もしかしては。なるほど、どうしましょうかね。まあ、直でいいかな。結構渋々ですね。あ、PR、直で食わしていくか。30%、はい。30% に勝っていきたい。30%! おぉ、次ぐらい入ってほしい、マジで。30%! やーい。やーい。マジか。だいぶ負けとんな。3枚いきます。OK。2! うわー、なるほど。え、これだいぶ渋くない？え、渋すぎにも程があるな。いけるやろ。ふん！オッケー！もう一個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 ！うわー、うめえ！もう一個！うわー！ってわけ！全然いい。実質 PSR2。これは、解放で勝ったやつや。はい。ってことで、モネの方行きましょうか。ちょっと僕の素晴らしいリアクションもたくさん取れたところで、モネに行きましょう。で、モネさんのですね、割かし数出てたな、っていう印象はあります。モネはマジで50してぇな。いや、テルモリ、良かったっすね。直投げ、もうゼロかな。ゼロちょっと覚悟してたので、本気で。マジでありがたいわ。2上がるとか、ほんと神解放ですね。こい！あ、まあいいね。3。お？お？ 4？ おー。こいつもいい解放やないか。ただちょっと待って。SR 母体いない？あ、SR いないんですね。なるほど。まあ、モネは SR いないっていう感じみたいですね。で、テルモリに関しては、今 SR が、プラス 3？3になったのかな。まあもうちょっと正直追いガチャしてもいいけどっていう感じにはなってますね。まあモネとね、まあ2人でって感じではあるんですが、まあこのガチャはこれくらいでいいでしょう。あ、お前プラス2なのか。まだ、あ、なるほど。まあまあ、いいでしょう。2段入るな、これ。おーい！いやー、くっそ。くっそ。じゃあ、しゃあない。しゃあない。いや、プラニ止まりか。だったら3まで上げてえけどな。
そうっすね。ちょっともう一段上げたいな。まあ、モネもあれだしなっていう感じはありますが。ただこれ、まあ今見ていただいた通りなんですけど、まあガチャが結構渋かったですと、正直。まあ SR2 枚出たっていう感じで、たまたま解放運に恵まれて解放しましたけど、いや、これ渋いな。だいぶ今のは解放がなかったら、マジで収穫ゼロレベルだったな。っていうことを考えると、なんとも、まあなんとも言えない感はありますね。ただまあ、モネ、本当にモネと、この、テルモリピックアップっていうのはマジで僕の中では非常に大きい。まあそんなに外れがないので、まあ大きいのかなと思っていたりはします。はい。で、ちょっと考えていきますが、もしここで動画が終わるようであれば、まあ、追いガチャはしなかったと思っていただいて、続くようであれば、追いガチャがあるということで考えていただければいいと思います。時飛ばしをするか終わるかわかりませんが、ぜひ皆様高評価、コメントをよろしくお願いいたします。まあ、SR もたまに PSR に突っ込むといいことあるよというのが皆さんにお見せできてよかったかなという感じです。で、続きがあるときは、また続きでお会いいたしましょうと、まあ、この動画の後ろにつけてると思います。そうでないときは、もうここで終わりです。ぜひ皆様のコメント、高評価お待ちしておりまーす。ではでは、また次のガチャ動画でお会いいたしましょう。いつもありがとう、見てくれて、高評価ありがとう。はい、ということで戻ってまいりました。で、テルモリが46になるまではやろうかなという感じです。で、今気づいたんですけど、僕がこのガチャ券ですね。このガチャでついてくるガチャ券でテルモリが引けるので、あと SR1 枚、もしくは PR とかが通れば、まあ、それでテルモリが46にはなるので、そこまでは今回行こうかなというふうに思いました。では、行きましょう。なので、この10連で終わる可能性もあります。SR 出れば。燃えろ、燃えろ、燃えろ !OK。これで終わる可能性ありますね。あ、1枚。あ、最近ね。テル!あー、モネいいですね。素晴らしい。モネも欲しいですからね、今回。で、テルモリの R が2枚。そのちっくりやろ。大ピックアップ。PSR まだ引けてないんだよな、追いガチャしてから。あー、なるほど。PR でもいいよ。ミヤビ。オーダ。マグロ。先駆け。佐伯。博多アスネ、オーダ。なるほど。なるほど。渋い。はい、次行きましょう。30連目です。追加。もう PR でいいんだけど。ググググ赤背景 ?1 枚。あ、結構一番初めの PR 来ねえな。のわーさーか。大丈夫博士道を使うべきだったか、これ。はい。行きましょう。まあ、ここまで来たら行きましょう。のわー激渋。激渋。PR、OK。これで終われる?ちょっと確認しましょうか。R の数はまあ、それなりには入っているが。PR か。ちょっと待ってください。枠を開けないとあかんと。うん、PR、まあ、1枚は入っている感じですね。で、ちょっと枠を開けさせて、1個開けさせていただいて、で、ヘルモリ1個引き出しの、これか。まあ、普通に育てましょう。そのうち行くとは思うんで。ゼロー。ゼロは悲しみすぎる。1か。1か。はい。はい、行きましょう。モネテルモリ狙いですからね。わー、渋いな。
うん、佐伯。そもそものテルモリが出ねえな。R1。もうね、R1。え、これ追加に、マジで空振りなんだけど、だいぶ。渋い。さすがに渋すぎる。え、これやばない?マジで。大ピックアップとは。この10連で、終わろう?マジで。SR 出よう、そもそも。闇深い。闇だいぶ深い。モネ、ありがたいですね。うん、まあ、モネは普通にありがたいんですけど、テルモリ出ずでしたね。あらー、さすがに、これさすがにきついな。テルモリ出ずでしたね。R2 枚しか出なかったな。うわ、渋。ま、ん?マジ?もう行くか、これ。解放するやろ、さすがに。えいなあー、収穫ゼロ。ちょ、待って。ちょ、モネ行こう、モネ行こう。気を取り直そう。モネの解放がうまくいかず。逆にね。ちょっとびっくりしたわ。うん。今日は解放ねえな。今日は解放ゼロやな、マジで。オッケー。で、これいったという話と、SR のモネ出たな、1枚だけ。あ、ちょ、渋。むしろアーサーしか出てない。プラゴ作れたら全然嬉しい。わあ。うっそ。びっくりした。マジか、それ。まあ、1は確定です。2、3、3。うわぁ、渋。え、今日、これは。なるほどですなぁ。うん、オッケー。もう一丁。まあ、3。へぇー。ですね、だいぶ渋いですね。はい。渋。なんとも言えん。黙ってしまった。完全に黙ってしまった。はい。ちょっと考えてまた折り返しまーす。はい、ということで、泣きの追いガチャ行きたいと思います。ちょっとテルモリがマジでまず出ない、そして解放できないということで、まあしんどいですね。はい、行きましょう。もう終わろう。SR 出よう、普通に。やべえ、久しぶりにハマっとる。佐伯。なるほど、R1。出ねえな。お願い。SR が出てない、そもそも。あれ?あ、PR1 枚来ましたね。あ、ここに来て数は。まあまあ、戻ってきた感はあります。これ、まだ無理よな。ちょっと P もそろそろ欲しいぜ。ワンチャン P でもう全部盛り返してくんないかな。2枚。
終われたー。終われましたー、ひとまず。はい、ということで以上です。元からこういう30連で終わりたかったが、まあ仕方ない。お、いいね。ワンチャンこれ50あるか。揺り戻しあるか。これワンチャン揺り戻しありますね、普通に。で、運の揺り戻し説あるな。ちょっとそれはマジで期待したい。マジでそれは期待したい。で、戻って、もう、何が起きても終わりです、これで。これで終わりです。で、テルモリー取りまーす。で、ここに、ぶん投げていきましょう。プラゴが1枚、SR が2枚。まあ、ワンチャンあるでしょう。うん、まあいいでしょ、これで。いや、これで5になったらマジ神やな。来い！もう一度！うわぁ！ダメだ。もう本当に今日はダメ。ということでですね、皆さんぜひ、慰めライク、慰めコメントの方、お待ちしております。まあ今回は、マジか。ちょっとワンチャンフラ4で終わるかなとか思ったんだけど、全然そんなこともなく、全然そんなこともなく終わりましたね。ということで、ガチャに関しては、まあ、ここは終わりかなという感じです。あとはまた、おいおいね、826ないしはグラスラとかで、まあ、ワンチャンスこう来た時に解放を進めていこうかなという感じでございます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様の慰めライク、慰めコメントお待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。